はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、こちらの商品をね、紹介したいと思います。はい、これですね。はい、鬼滅の刃のね、手ぬぐいです。はい、とうとうね、おっさんのお店に公式グッズが来ましたよやっとね、鬼滅の刃のグッズがね、いろいろできてきてね、こうやってね、公式グッズがね、おっさんのお店にね、やってまいりました。一応ね、3個しかないんですけど、来ましたんでね、ちょっと紹介しようと思います。はい、こんな感じですね。3枚しかないですけど、来ましたよ。はい、鬼滅の刃、バンダイさんがね、出してるみたいです。まあ普通の手ぬぐいですね。とサイズが 34×90 ですね。鬼滅の刃手ぬぐい B 柄カードですね。はい、じゃあね、1個ちょっと開けてみたいと思います。とうとうね、おっさんのお店に来ましたよ、公式グッズがね。はい、こんな感じで、どんな感じなんでしょうか。はい、今日の子供六法です。少年院では教育のために生活の自由を制限されるよ。保護処分の決定、家庭裁判所は第23条の場合を除いて審判をした事件について次の保護処分を行わなければいけません。ただし処分を行うときに少年が14歳になっていない場合は、特に必要と考えられる場合限って3号の保護処分をすることができます。1号、保護観察所による保護観察を受けさせること。2号、児童自立支援施設または児童養護施設に任せること。3号、少年院に任せること。このね、柄がいいんですよね。柄がめっちゃかっこいいです。ね、めちゃめちゃかっこよくないですか、柄が。ねえ、こっちから伊之助と善逸と炭治郎と禰豆子と義勇と忍ですね。はい、かっこいいです。こんな感じのね、手ぬぐいでございます。はい、はい、ですね、今日は以上でございますこの商品はお店でね、普通に販売をしたいと思ってます。くじの景品とかじゃないですね。普通に販売いたしますので、気になる方はぜひご来店ください。はい、値段はね、ちょっと内緒ですけど。じゃあね、今日はこれで終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。